はい、皆さんこんにちは。愛を知る剣、愛知県の日本を元気にする K-1 ファイター、大和哲也です。はい、今回は2回目の放送ということで、前回好評だった今まで過去試合をしてきてヤバかった選手シリーズ、今回はローキックがヤバかった選手シリーズやっていきたいと思います。まあ59戦してですね、いろんな選手と戦ってきたわけですが、とにかくローキックがヤバかった選手が2人いるんですよ。2人からね、日本人に1人と外国人に1人、今日はその2人の選手の話をしたいなと思います。はい、ユーキ選手とリアム・ハリソン。まず結城選手からいきますが、結城さんはですね、あの2010年 K-1 ワールドマックスのトーナメントの1回戦で当たりまして、あの大会はですね、確かくじ引きなのか分かんないけど、 K-1 側がトーナメント組んで、まあ、オファーが来たんですけど、まあ、まず1回戦結城選手と当たった時点で、はぁ、 K-1 側は一番きつい選手を挙げてきたなみたいな思いましたね、印象は。何がきついかっていうと、もちろん強いのもそうなんですけど、ローキックとかトーナメントってダメージが残るじゃないですか、ね、蹴られたら。彼はローキッカーだし、ローが強いって有名だし、その1回戦来た時にもしかして来るんじゃないかなと思ったけど、やっぱりそう来たかと思って、ああ、これは K-1 は山手線を通じてきてんじゃないかなってちょっとね思ったりしたんですけど、まあ、その結城さんとしては1回戦で、僕は左フックで KO 勝ちをしたんですが、1ラウンドで。これ過去に僕2人だけいるんですけど、まあ、僕徹夜スカウターがあるってお話したんですけど、向き合うと相手の強さが大体分かる徹夜スカウターがついてるんですよ、ここに。で、日本人で2人だけうわっ強いって思った人が2人いるんですけど、そのうちの1人が結城さんで、今のローキックをして結城さんと、あともう1人がノイルを抑えてるんですよ。しかもそれを感じたのはね、彼が山田ジムに練習に来た17歳か18歳の頃のノイルを抑えてと山田ジムで向き合った時に、練習でズワッとしたんですよ。これは強いっていう印象があって、まあもちろん結城さんに話戻しますけど、向き合ったらそう思ったんですよね。わっ、これは強いわって思って、でそれをね、何を感じるか僕は分かんないんですよ。目に見えることじゃないし分かんないんですけど、そう思うところがあって、で、まあ1回戦始まって1ラウンド始まってゴンカーン手合わして、まあ、ローキックパシーン蹴るときに、あ、これ確かに痛いなって思いました。本当に硬い、やっぱり質ってあるじゃないですか、何でもパンチの質、蹴りの質って僕らあるんですけど、一般の方に分かりやすく言うと声の質があるじゃないですか、あ、いい声だねとか、声低いねとか、声高いねっていう音の質もあるじゃないですか。格闘家にもパンチの質とか蹴りの質ってあるんですよ。そんな中でも結城さんのローキックを受けた時は、あ、これは痛いなと思いました。本当に硬くて痛い。でもまあ結城さんのローキックの経過で見てもそうなんですけど、本当にまあまず間違いなく彼のローキック日本一だと僕は思いますね。まず間違いなく日本一ですね。うん、本当にだから結城さんのローキックをどう攻略するかっていう練習しかしてなかったし、まあそれが形にはまれた試合だったんで、たまたま僕は蹴り出してきましたけど、本当に結城さんのローキックは、ね、日本一絶対強いと、これはね、何言われれば僕は譲りません。結城さんのローが一番強いですね、本当にローキッカーだから。逆に3ラウンド蹴られたらちょっと分かんないなっていうぐらい強かったです、本当に。で、じゃあもう一人のリアム・ハリソンっていう選手なんですけど、もうリアムもね、ローキッカー、もう階級があるならリアムと結城さん戦わしたいぐらい、本当に戦わしたいって言ってあれですけど、戦ってほしいぐらい。リアム・ハリソンっていう選手はね、もし気になる方見ていただけたらいいかなと思うんですけど、もう全てがフルスイングの選手なんですよ。ローキックもパンチも、でローキックでいろんな選手を沈めてる選手 で僕が対戦したのは2016年、イギリスで試合したんですね、そのヨッカオっていう大会のタイトルマッチで。で、
まあ、リアム・ハリソンと対戦したことある日本人選手に一回話を聞いたことがあって、いや、リアムのローはやばかったって話を聞いたんですよ。まあ、やっぱり僕が選手同士でも会ったりすると、誰が今までやばかったですかって話するんですよね、こういう話で。で、その選手を言ったんですよ。いや、リアム・ハリソン。リアム・ハリソンのローキックは本当に金属バットでこう殴られてるように痛かったって。僕がそれを聞いたときに、もちろんリアムと戦う機会がなかったわけですよ。いやいやいや、それはないだろうと。足で蹴られて、なんで金属バット殴られてるの感じするんだよと思って、まあ、まあ先輩の選手ですけど、いや、それはないっしょって思ったんですね。じゃあ、イギリスで試合することになりました。試合しました。まあ、1ラウンド目ね、パチンローキックもらったわけですよ。パーンもらって、パチン、なるほどな、みたいな。本当にね、リアムのローが痛かった。でもリアムのローも、リアム・ハリソンのローも、ユーキさんのローもね、これ質が似てるんですよ。同じ硬いキック。硬いローキック。で、リアムの方はさらに重さがある感じですね。硬さにプラス重さがあるローキックだったんですよ。でも、あのローキッカーのリアム、ローキックで選手を大体ね、倒してきているリアム・ハリソンが、2ラウンド以降、3ラウンド目から全く蹴れなくなったんですよ。で、K1 ルールとかあったら3分3ラウンドですけど、ムエタイルールって3分5ラウンドあるんで、まあ、3ラウンド目になった時点で、リアム・ハリソン、ローキッカーのリアム・ハリソンが全くローを蹴れなくなって、ミドルキックを蹴ってね、下がり始めたんですよ。ローを蹴るのやめたんですね。で、それ後々試合後のインタビュー見たら、ヤマトにはローキック蹴っても効かないと思ったから作戦を変えたって感じだったんですね。まあ、これちょっと自信と自慢に近いところでもあるんですけど、自信になったというか、あのローキッカーの選手が、もう100戦以上してる選手が、ローキックでバンバン倒してきた選手が、僕に対してはもう、ロー効かないな、これ、と思ってやめたんですよ。それ、まあ、その試合はね、なんか、ハテナの判定で負けたんですよ、結局。まあ、僕 の, 9本目の幻のベルトになってるんですけど、世界ベルト。負けちゃったんですけど、僕、試合後ノーダメージで、向こうがカットしたりとかしてね、肘で。ダメージあったんですよ、僕はノーダメージで。今のは覚えてますよ。もう判定にもう不服すぎて、会長と。てるかって言って、まあ、近く の, レストランに行って、もう早速ビール飲んでですね、もう飲んだ飯が飲めますよ、ビール飲んで。やったら今でも思い出しますけどね。そしてイギリスは本当にね、美味しくない、ご飯が。馬鹿にするわけじゃないけど、美味しくなかったです。そうそう、で、僕も同じように、僕のローキックも、見た目は地味なんですけど、痛く蹴ってるんで、ローキックを。分かりやすく言うと、僕たちって相手にダメージを与えればいいんですよ。木のバットをへし折ったりとか、1本2本持ったりするのローキックっていらなくて、いかにその相手のピンポイントに、足に対してピンポイントにこうダメージを与えるかっていうのが大事なんで、僕はもうその、まあ、ローだけじゃなくてパンチも蹴りも全部そうなんですけど、いかにピンポイントでそこに強さを持っていくかっていうのを意識してるんで、まあ、だからローキックもまあユーキさんやリアムよりの僕は蹴り方をしていると自分では思ってますね。2010年のアオリーゾーと話したんですけど、まあ、それはボディに話したんですけど、当て方があるんですよってね、当て方があるんですよ、当て方が全部でもそうなんです。どんなスポーツも全部そうで、例えば筋肉ムキムキの人が金属バットね、野球でマンブリソング飛ばないように、で筋肉もりもりの人がゴルフで飛ばないように、打ち方、力の出し方ってあるんですよね、やっぱり。そういうところで、僕は合気道に出会って、心身統一合気道に出会って、考え方が本当にガラッと変わってね、今のスタイルになったわけですけど、まあ、スタイルというか、その考え方だったり、ファイトスタイル の, その基盤になるようになったんですけど、そうですね、今度はじゃあ、次回は、なぜ山野哲也は合気道を学び、合気道を生かし、アイキックを確立したのかっていう話題にね、触れていきたいと思います。アイキックっていうのみんな馬鹿にするんですけど、次回はちょっとこれは実際に動作を交えて動画アップしていきたいと思いますので、アイキックって何ぞやっていう動画を次回は放送しますので、お楽しみにしていてください。ローキックなんか欲しいな。あ、それこそローキックこの間ほら、この間じゃないですか。それこそこの間前回横浜大会で斉藤選手すねが折れちゃったみたいでしたけど、あれはローキックを蹴られてカットして折れるっていうね。でも
何を言うと正直ね、うわ怖えなと思いますよ、やっぱやべえことやってるなと思うんですけど、まあ、そんなこと言ってられないしやるんですけど、まあ怖いなって結果は、あれも多分ね、その西京選手の骨が弱かったとかっていうよりは当たる場所もあると思うんですよ、場所と角度、タイミングもあると思うので、まあでもあの選手もロー硬かったんでしょうね、きっと骨も、あの相手選手もいい選手でしたし、やっぱ怪我っていうのは怖いなと思いますけど、まああの最近で言うとローは印象あれですよね、カットして折れるっていう、カットして折れるよって聞いたことないですからね、ニコラス・ピタスさんがローキック蹴って膝に当たっちゃって肩甲骨引っ越す横ともりでブラブラになった試合とか見てますけど、蹴って折れるはあれで、蹴られて折れるってなかなかないんじゃないかなっていう印象がありますね。最後に今名前を挙げさせていただいたサリオ選手、ゆうきさんとゲームハリソンにあの、まあ、メッセージというか、ゆうきさんは本当にゆうきさんもナイスがいてすごくいいからね、選手としても強いし人間味もあるし、本当にあの SNS を見ててもいろんな人が愛されてるし、彼の人間味っていうのを僕すごく惹かれる選手の一人で、まああの試合はね僕はたまたま勝つことができてですけど、人としては僕は結城さんに負けてると思うし、彼も本当に尊敬する選手一人であって、まあ、年齢も上ですしね、僕より、まあ、現役でやられてるし、すごく本当に心からリスペクト尊敬しています。またあのジムに遊びに行かさせていただきますので、ぜひその時はよろしくお願いします。はい、でそしてリアム・ハリソン、リアムはですね、まあ、リアムはナイスガイなんですけどね、リアムはナイスガイで、まあ彼とは SNS を見ているぐらいしかないんですけど、また機会があればね、リアムとも階級組一緒だし対峙してみたいなという気持ちがありますが、まあでも彼がさらに活躍していることも願って、もちろん結城さんもそうですけどね、またもしリングで特にゲームね階級一緒だし対峙することがあれば、その時は楽しもうね試合をっていう感じで楽しみにしています。はい、ということで今回は今まで戦った選手でヤバかったローキック選手2人挙げました、これシリーズ化してこれからどんどんアップしていきますので、これからの放送もぜひお楽しみにしていてください。ぜひ番組のチャンネル登録といいねをお願いします。ではまた次回、さよなら。